まだ定位置がよくわからない。おお。こんばんは。こんばんは。なんかすごい明るい。大丈夫かな。なんか光ってる。なんか光ってる。これのせいではなく、普通に画面が白いのか。光る私たち。こんばんはーい。あ、こんばんはーい。あ、ちょっと落ち着いてきたかな。大丈夫そう。大丈夫そうですかね。これはちょっとさ。はーい、こんばんはーい。落ち着いてきた。あ、よかったです。猫影、白飛びしなくてよかった。あ、今チキン消えかけてよ、また。危ない。危ない。はーい、こんばんはーい。2週間ぶり？うわー、ゆうきさんありがとうございます。そしてまたカン君のままだった。めっちゃカン君降ってきた。なんでわしじゃないすいません、ありがとうございます。だいぶ、白飛びは落ち着きましたかね？連続。ありがとうございます。猫ちゃんもお礼よ。ありがとうございます。こんばんは。あ、6時台1匹だったの。あ、その、1匹じゃないや。あ、1匹じゃない。その後お客様来てたよね。出てった時誰もいなくて、竹内さん写真撮られてたね。そういえば。今日音がない。あ、そっか、SE は別なのか。そうです。ああ、下ですね。すいません。そっか。失礼いたしました。というわけで始めていきますか。お願いします。はい。始まりました。アルティスタ .com、略して、アルドコーはーい。先週お休みをいただきましたので、2週間ぶりかなの放送となります。コボアルティスタイベント担当のガラさんです。そして、猫影でーす。じゃじゃーん。はい、この番組はですね、コボアルティスタのキャラさんのイベント情報、イベント報告、あと、購買部の情報告知、新商品や既存商品を紹介していく番組でございます。よろしくお願いいたします。はい、でですね、今日のお話としては、あ、そうね、猫影、あれどこ久しぶりだね。出るのね。猫影、今日も元気にやっております。今日あれだね、お子様多かったんだよね。小さいお友達がたくさん来てくれて、購買部大盛り上がりしてました。猫ちゃん、にゃんにゃん、猫ちゃんって言われてね。まあもちろんお友達は、あれどこ撮ってるんですか？あれ、萩さん、どこを撮ってるんですか？猫影の腹を取ってる。失礼いたしました。何の話？猫影のここら辺取られてた今ね。ああ、面白い。今日映っちゃった。はい、そう、今ね、購買部来ても、ちょっとタッチとか、ハグとかお休みしてて、お友達ともね、距離を取りながら、そう、エアハイタッチね、お友達覚えてくれてね、遠くからエアハイタッチってやってご挨拶をさせてもらいました。なんと猫影のグッズも買ってくれてね、よくやったな。わしのおかげでお客さんが来たってずっと言ってた。
かったね、猫影。そしてさっき土方くん来てたよね。あのカメラが切り替わった瞬間に土方くんいたね。こんばんは、土方くん。画面越しの皆様ともエアハイタッチを。最近流行りのアルティスタの流行のエアハイタッチでございます。何なのそれは。なんで急にラッパーみたいになるの。はい、カメラは大丈夫か。進めますね。はい、さっきねちらっとコメントもありましたが、先日受注生産を行いましたジンギスカンのチンくんの土鍋、こちらが完成いたしまして、すべてのお客様へアルティスタからの発送が完了しております。ぜひお受け取りになってこちらご利用いただければと思います。たくさんのご注文本当にありがとうございました。何作るの。あ、土鍋届きました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ使ってください。土鍋軽くて感激しました。あ、よかった。いや、軽いからって投げちゃダメなのよ。あ、こんばんは、ようこそ。今日は猫影が久しぶりに登場でございます。昨日土鍋でチーズブロッコリーがゆ作ったよ。何ですかそのおしゃれな食べ物は。あ、そうですね、そうですね、あの土鍋使う前にあの一回何でしたっけ、あの猫どめみたいな、なんか米とビー汁とか、ね、そうやってくださいね。中にもね説明書みたいな書いてあったので、それを見てぜひぜひご利用してください。あ、こんばんもーい、こんばんもーい、ようこそ。猫影土鍋の中で寝ないのって言われてる。火入れられたら困るしね。うちのスタッフと、なんだろう、ちょっと伊達系、ちょっとやっちゃいそうだよね。だから猫影も、食べ物の近くでは遊ばない方がいいわ。やられちゃう可能性あるから。急なピンボケ？あら？治った？気づいてなかった。治った。ピンボケしてたらしいです。ピンでボケてるの。モザイクかかってた。あら、何かあったのかしら。あー、そっか、今ちょっとカメラの調整、あー戻ってきた。今もなりました。ただいまちょっとカメラをね、もう一台、さっきね、あのチラッと、あ、ほんと抜きます、そのままやる。あ、はい、わかりました。で、ちょっと調整してたんですが、治りそうなのでこのまま行きますね。はい、で、何の話してた。あ、そう、土鍋届いた方、ぜひぜひお使いください。で、まだあの発送途中だよって方もね、いらっしゃるかと思いますので、届き次第ぜひぜひチェックしてみてくださいね。あ、猫影が腕を振り下ろしたらモザイクがかかってない。猫影の前足にピントが持ってかれてるのか。そんなはずない。あ、ほんとだ。いや、なんか猫影の忍術みたいになって、猫影気をつけって言われてるよ。ピントずらさないで。わざとでしょ。前習いしなくていいのよ。ピント持ってかれちゃうから、また顔ぼやけちゃうよ。顔ふわーってなっちゃう。あ、びっくりした。
忍術ピンボケ、忍法ピンボケの術だってやめてそれフフ違うのよ、その話をしてんじゃない。だから猫影、あのあんまり前にこうやってバッてやんないようにね、ピンと持ってかれちゃうから前足に。はい、で引き続きじゃなくて続きまして、2月21日スーパーラムデーにですね開催されました羊くじ、ただいま発送中でございます。順次発送しておりますので、お届け完了までもう少々お待ちくださいませ。で、一応3月の14日に3月の14日にダブルチャンスくじの抽選会を開催するんですけれども、日程の関係とかでもしかしたら当日までに受け取れないよという方もいらっしゃるかもしれませんので、もちろんあの録画しっかり残しますので、手元に届いてからゆっくり見ていただいてもいいですし、あの都合により抽選会は見れないよという方は 届くかなってワクワク待ってみたりとか、ね、そちらも楽しんでいただければと思います。あ、9時発送完了メール来ました。よかったです、ありがとうございます。そうですね、もう少々お待ちくださいませ。一応ね、14日までに配送完了できるようにちょっと今スタッフ一同準備をしておりますので、はい、14日の20時からを予定してます。竹内さんに、うん、はい、予定しております。はい、よろしくお願いいたします。ちょっとね、かなりボリューミーな、くじになっておりまして、箱を開けた時に楽しんでもらえるといいなって思いながら準備をしております。お届けまでもう少々お待ちください。はい。で、今日ご紹介できる内容って、あと、今週末の話。うん。ですけど、他ありましたっけ？ジンくんで何かありましたっけ、ご紹介したいこと。いろんなことを準備中。いろんなこと、そうですね。いろんなことを準備中。いろんなことを準備中でございます。発表まで何かあるかなと楽しみに待ってていただければと思います。あ、あれだ、あのお話しようと思ってたんだ。3月の13、14の土日に、なんて言うんだ、アルババのセールあったじゃないですか。そのセールの商品に該当するものが一部棚卸しでちょっと追加出せそうみたいな、好評だった商品がちょっと追加出せそうみたいなのが一部出てきておりまして、なので、13、14の2日間限定で、ちょっと一部セール品を開放しようかなと思っております。で、これ以上ちょっと今のところ、引き延ばす予定はございませんので、ふわっとなんかあるかなって感じで見ていただければと思います。でですね、ちょっとそのタイミングに合わせて、ヤベーベアの新商品のメモ帳ですね。今は、購買部店頭と、三省堂書店さんで販売している、ヤベベアのメモ帳なんですけど、こちらも電脳購買部で、並べられるように、ただいま準備中でございます。時間いただきますが、もう少々お待ちくださいませ。という感じかな。で、3月の14日。次は土方くん情報でございます。土方くん、さっき来てくれてましたね。土方くん。そうそう、それ、そう。そうそうそう。3月の14日ですね。購買部に土方くん遊びに来てくれるんですけど、14日といえばですね、ちょっと他にも、ありますね。産卵期でございます。はい、産卵期が、
旧前川亭さんでですね、開催されるんですけれども、そうです、そうです。はい。で、今年もちょっと、この状況ですので、ちょっと土方くん、足を運ぶことはできないんですけれども、産卵期に、ちょっとね、産卵期の参加の締め切りはもう終わってしまっているんですけれども、来てくださった方がちょっとグッズを少しでも見れるようにということで、産卵期グッズ、今年も作らせていただきまして、会場でお出しすることになりました。面白いよね。土方くんのツイッターでチラッと見た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今回デザインがいろんな種類あって、ちょっとこれからまず見せましょうか。これグリーンがちょっとね、消えちゃうから茶色になっちゃうんですけど、ここがね、ミントグリーンなんですよ、本当は。ミントグリーンの、はい、見えるかな、ピントが。はい、山名ミントでございます。爽やか、山名ミント。これ猫影。いいよね。スケスケになっちゃいましたね。こんなデザインや、あとはこんな、山名ミッション。めちゃめちゃ、かっこいいんです。山名ミッション。あとは、こんな、新選組のデザイン。この3個が、まあ、メインみたいな感じかな、3デザインが。これもちょっと黄色だから、ちょっと透けちゃってるんですけど、こんな感じ。かっこいいですね。こちらのグッズが、産卵期にて先行販売となります、3月14日。他にもありますよ。一通りお見せしますね。こちらが先行販売のグッズです。山名ミッションはかっこいいの。で、こっちもまた透けてますね、これね。透けてますが。かっこいい。メガネ拭きです。これ結構スタッフ人気が高い山名ミッション。あ、こんばんは。出遅れた、こんばんは。こんばんもーい。ただいま、3月14日、産卵期にて先行発売される、産卵期グッズのご紹介をしておりました。で、こんな感じと。あと、パトロール。パトロールでね、あー、車好き好き。茶色い車になっちゃった。とっても綺麗なグリーンなんですけど、はい、モフタオルです。モフハンカチってやつですね。モフハンカチ、はい、グリーンが全部透けてます。ブルーも透けてます。すいません。そう、手洗いね、手洗いの時ハンカチ大事だからね。こちらちょっとね、細かいところが反射でめちゃめちゃ手洗ってる。で、こちらと同じ新選組デザインの T シャツもご用意しております。反射してるかな。こんな感じ。で、こちらなんですけれども、先行発売ということは、アルティスタでの発売もございます。3月の、何日？翌週。20日ですね。3月20日、電脳購買部、購買部にて発売開始となります。で、今ご紹介したのは、産卵期での先行グッズなんですが、これ以外にもグッズが出ます。先行グッズ以外にもグッズをご用意しております。で、そのグッズに関しては、改めてカタログが出ますので、そちらで見ていただければと思います。はい、ぜひ20日をお楽しみに。で、今回ね、そう、山名ミントとか山名ミッションとか、まあ、相変わらずのダジャレシリーズも
相変わらずのダジャレシリーズもありつつの、このパトロールとかはね、これめちゃめちゃおしゃれなんですよね。ちょっと透けちゃってるんですけど、透けちゃってるんですけど、おしゃれ。いいね。新選組は街をパトロールしています。だそうです。かっこいい。あ、お先に失礼します。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。なので、ぜひ、詳細、でのコバブ、コバブでの発売については、詳細も少々お待ちください。おしゃれー。で、ちらっとツイッターで見た方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これ、これ、山並さんですね。本体とか言われてたけど、これ何ですか？キーホルダー。これキーホルダーになる予定。ボールチェーン的な。ボールチェーンになる予定。地味にちゃんとクリアパーツが挟まってるので、レンズがあるんですよ。ちゃんとレンズがあるんですよ。何？これに？ちょっと待って。こっちのサイズにはちょっと猫影にすると、お、あれ見えない、あーあー、こんな感じ。ちょうどいいわ、ちょうどいいわ。拡大鏡まで、加工はできませんでした。なかなかに可愛いパーツできましたよね。なんかこうざわついたグッズの一つかもしれないですね。そうだね、何言ってんだってなんか思われてたと思うんですけど、周囲からは。大丈夫です、いつものこと。メガネフレームワークス流行りましたよね。あああったかもしれん。猫影賢そうだって、賢そうだって、素敵に見える。賢そうってことは賢いわけではないんですよね。はい、でですね、それ以外にも、それ以外にもたくさんのグッズをご用意しております。これは通常発売の時に一応発売予定かな。ちょっと発売日がずれるかもしれない。あ、制作中。はい、調整中です。調整中でございます。なんで切られてるの？なんで切られてるの？というわけで、こんな面白グッズも発売、面白グッズとか言っちゃった。嘘。きつくないですか、それ。遊べます。似合うってよかったね。急にかしこぶるじゃん。メガネカラビナとか ありましたね。あった、こういうものがあったんですね。こうなってこう、こうなってて、ここがこうカラビナになって、メガネした方がいけ、猫だよ。そうですね、普段がイケメン子じゃないからね、メガネした方がいいかもしれないですね。ねー。嘘、イケてるよ。普段もイケてるけどね。よりね。私もでしょ。はい、とか言って。あ、普段
段は可愛い、そう普段は可愛いの。メガネかけると賢くなるね。イケ猫になっちゃうのね。でカタログはまた来週かな、週明け頃になると思うんですけど、土方くん、そして三男さんの三男器具ですね、こちら発表になる予定ですのでお楽しみにと。で私はあの猫影の欲しいグッズがあるので、猫影の欲しいグッズを今メモにいろいろ書いてます。猫影も一緒にプレゼンしよう。だから猫影グッズね、昨日話したんですよね、猫影グッズが欲しいっていう話を。ということでただいま会議中です。はい、猫影ね、あの案外グッズが増えないからね、頑張ってる割には案外増えないからね、増やそうかなっていう話でございます。今どれぐらい経ちました時間。あ、まだ30分か、まだ30分経ってないですね。猫影からなんか報告ある？猫じゃらし。猫影猫じゃらし。猫影猫じゃらし。猫。猫街さんに向けたグッズ。あ、ところで今日 BGM 聞こえてます？あ、爪？爪とぎ？ああ。ですって。どこ置いてきたのあんたって。あ、BGM 聞こえてる。あ、よかったです。猫影付き。こちらですか？試作で止まってるこちらですね。これは、まあ、オプション、オプションはどうするんだ？オプションはわかんないし、聞いてない。そうだね、刀とか欲しいよねって話をしてたんだよね。まだ日程などはじわじわ準備中でございます。もう発売できる時にはちゃんとババンと告知いたしますので、じゃじゃんだねそれね。あ、爪やすり、猫じゃらし、爪とぎ、何、猫ハウス、違う、キャットタワー。あんたキャットタワーいらんでしょ。あ、猫かげにじゃなくて皆さんにね、かわいい猫ちゃんたちがキャットタワーって作るのどれくらいかかるんだろうね。猫いないよって。猫ニット帽も欲しいって。ご自宅のキャットタワーに猫に置いてもらえば、猫影ファンはキャットタワー買ってくださいって。とんでもないお買い物になっちゃうね、それで。お願いしますじゃないのよ。お願いしますじゃないのよ。まだ作るっても言ってないから。くじの特賞に大きいものいつも入れてんだから入れろって。とんでもない。猫影くじ。あ、餌皿ぐらいにしておきましょうって。猫撫でブラシ、猫飼いさんじゃなくても使えるものはいいかもしれないけど、ね、猫じゃらしとかね、猫爪やすりとかね、ちょっと面白いですけどね。猫じゃすりありますね、あの猫の下の感覚の猫ブラシ、あれすごい猫お気に入りらしいですね。あれで撫でるとご機嫌になるらしい。猫の普通のお皿、猫影の普通のお皿。
猫影のガンダムとか風呂敷は、風呂敷ね、まだね、ちょっと残ってるんですよ。前作ったやつが。あれ売り切れないと新しいのは作れないんじゃない？まだちょっと残った気がする。風呂敷は。猫影好きになった風呂敷。4次元好きになった。4次元好き。こうね、こうサカサカサッ、サカサカサッ。頭巾欲しいですか？猫影頭巾。猫影頭巾。ギュッてやんな。本当に4次元なら欲しい。だそうです。世紀の大発明な。作れるもんなら作りたい。頑張れじゃん。耳つき帽子、いや可愛いけど、かぶります？皆さんかぶります？みんなと、みんなお揃いする？猫風呂敷とかはね、普通にいいですよね。猫影風呂敷とかもね。まあそんな話もおいおいしていきますので。猫影グッズも増えるといいですね。ああ、羊サイズでコラボ。あ、そう、猫影のステッカー、そう、ステッカー、ダイカットステッカー欲しいんですよ。猫影の案外ステッカーってなくて、顔の四角いのがあるんですけど、こういうのだそうです。これかっこいい。写真撮るか。あ、実写？あ、実写？実写だとしたら、全キャラ欲しい。いや、わかんないですけど。今日調子いいね。今日調子いいね。一回でしまえるのね、ちゃんと。いや、普通にイラストのダイカットもね、猫影全然ないから、ちょっと貼れるやつ欲しいよねって話してて、あ、ギス君の実写グッズに関しては私も思ってます。私も思ってる。もうロケ行けるようになったらね、ギス君も外で撮って実写グッズ一緒に作りたいんですよね。みんなに急に上手って褒められて、今日ね、今日いい感じだね。あ、腕が毎日やってるだけありますね。鍛えてね、ちゃんとレベル上がってるの。猫影お顔缶バッジがない。あの普通の猫影の缶バッジはあるけど、確かにお顔ダウンみたいなのはないかもね。そうそうそう、忍術やってるやつね。忍術やってるやつね。今日あれだよね、今日小さいお友達買ってくれてたよね。カゴにこうやって入れてたもんね。イエッって言って買ってくれてた。そうですね、そんなグッズもできるといいね、できるといいねっていう希望。あ、ほんとだね、猫影そろそろ晩ご飯を食べる時間。晩ご飯を食べる時間だ。ドローンですか？そうそう、ドローンのお時間。あ、そっか。時計ないじゃん。私たち腹時計で生きてるんで。ね。じゃあ、猫影、皆様最後にご挨拶をして、終わらせていただきます。カメラ独り占めしていいから最後コメントしていきなさい。すごい年下。あ、意外とモザイク大丈夫そうでしたね。はい、というわけで、ドローン！うわー！ダサい！
さい言われてた。閉まらなかったね今ね。猫影はさらに猫背になってるよ。落ち込まないで。というわけで一旦 CM です。うめえ。よお母さん。たらこ。なまよ。やきみそ。日本缶バッジ。おい、帰ってきましたかね。ポン。はい。これあれですか、カメラ画角このままで大丈夫そうですか。遠くない？変えますか。変えますか。よいしょよいしょ。はい、よいしょ、さっさっさー、よっさっさー。はい、さっさー。どうも。あー、大丈夫そう。あ、ギス君がチラッて見てる。これでじゃあ、ジン君座ってもらいます。いいねー。皆さんのね、皆さんも好きであろう素敵な CM でしたね。はい、というわけで戻ってまいりました。アルティスタ .com 引き続きやっていくんですが、あとお話しできる内容としては、あれだ、三省堂書店札幌店さんで、引き続きやべやべやグッズ取り扱いいただいております。今回の、フェアに合わせてですね、新商品も並んでおりますので、ぜひ見てみてください。その新商品は電脳購買部、購買部ともに発売中でございます。あ、ギス君自社ですね。ありがとうございます。取りに行けるように頑張ります。はい、でやべえベアグッズに関してですが、先ほどもちらっとお話ししましたが、やべえベアのメモ帳新商品が出ておりますが、そちらはただいま三省堂書店さんと購買部店頭でのみ販売してるんですけど、電脳購買部での発売に向けて準備中でございます。こちらの発売をお待ちください。はい、あとは、あと今日発表できることって何、今日お話しすること、しばらくやってなかったですけど、商品企画会議を、ね、そうだしばらくやってなかった、はい、開催したいなと、はい、思ってます。だから日程で言うと3月の21か、あれ違うわ、21だね、21です、21の日曜日、はい、商品企画会議を13時からやろうかなって言ったんだけど、13時から開催予定でございます。はい、今日ねすごいちょっと空いちゃったんですけれども、一応21日の日曜日13時からを予定しておりますので、お時間合う方はぜひお集まりいただければと思います。私いつの間にここ結んだんでしょう。はい、こんばんは。先ほどまでね、あの猫影が暴れておりましたので、あのよかったら前半も見てみてください。ということで21日の13時から、はい、商品企画会議、はい、商品企画会議ということで、はい、テーマは、はい、テーマがあるんです。テーマが何だったっけ。あ、そうだ。
脳を話したのに。いけるかな。あ、次回企画会議は新生デーについて、まあ、あの歌唱、かっこ歌唱なんですけど、あ、タイトルはこれにあらず、プロジェクト名的にははい、我々のプロジェクト名としては人生ゲーム、はい、商品名ではありません、はい、というわけで皆さんからね、はい、そうなんです。先日ちょっとツイッターでつぶやかせていただきまして、自分のね、ほうほう、人生ゲームについて考えると、うん、いったところ、何名様かあのいろんなアイデアを投げかけてくださいました。ほうほうほう、例えばこのマスに止まったらこうなるみたいなこととかね、その延長線上で、うんうんうん、あのその商品企画会議ではいろんなアイデアを皆様からいただき、うん、取り入れたり取り入れなかったり、そこから別なものが生まれたり生まれなかったり生まれなかったりそれ第1回目の、はい、企画会議を開催させていただければと思います。はい、アイデアが採用された方には何はなんと、うん、何かあるかないのか全部ふわっとしてる全部ふわっとしてるいいですね、いろいろなんか方向性によってもいろいろ変わってきそうですもんね。そうなんです。目指すところが何なのかっていう話もそうだし、あの何を目的とした、うん、ゲームになるのか、ね、あの羊を集めて最後出荷させる、出荷させるのがまあゲームなのか、それともじんくんたちが、ね、北海道内を、まあ、日本全国わかんない、北海道わかんないけど、うん、旅して何かを集めるのか、はあ、ははあ、うん、そんな北海道中を旅して何か集めるってそんなのあれじゃないですか、なんだっけ、サインボールじゃなくて、なんて言うんだっけ、市町村のあの、なんて言ったっけ、名前出てこない、どうでしょうそれを思い出しちゃう。北海道旅して名物を集めるとかね、名物集めるとか、カントリーサイン、そうカントリーサイン何個集めれるかカントリーサインはね、やっぱり、ね、見ちゃいますよね。ルールはもう今現時点で無限にあるんでね、ふわーっとしてる、うん、今一番フラットなので、いろいろな案をいただけたらね、はい、いいですよね、はい、うん、美味しいものを集めるもいいですよね。ジンくん自身の出荷を目指して旅するゲームなのか、うんうん、これってどういう風に募集かける感じですか、いつもみたいなの、どういう風にするのがいいですか。コメントだと流れちゃいますよね、うん、もちろんメールでもいいですし、うん、メールいただければそこからね紹介したりもできますし、うんうんうん、あのパッて気になったやつとかはあのコメントでもこう書き残してはいけるし、うん、後から追って、ま、できはするけど、どうしてもああもうこれだみたいなのがある方は事前にメールとか、うん、それこそ今ね書いてくださってますよね、ファックスはがきもちろん大歓迎でございます。ぜひぜひ、こんなんどうよ思いついたら、あ、そうですね、今書いてくださってる、いいですよ、そういう本気のやつもお待ちしてますあのジン君もみじに会ってスタートに戻るみたいな、そういうコマだけの提案でももちろん、もちろんエピソード的に面白いなっていうのとかは拾っていきたい、その場で採用採用になるかもしれないので、ぜひぜひ、あの、思いついたものとかは、メール、ファックス、はがき、パワポでプレゼン。パワポでプレゼン。などなど、
募集しております。ぜひよろしくお願いいたします。ちょっとね、1週間あるのでよかったら考えて思いついたものを投げかけてみてください。よろしくお願いします。1週間、1週間以上あるね、配信まではね。1週間ちょっとか、うん、うん、あ、ツイッターの DM でもいいですかって言ってる。 DM でもいいのかな。めっちゃいいけど、それじゃあハッシュタグ、あ、ハッシュタグ拾い切れるかな。ハッシュタグの方が危ないかもしれないかな。 DM でもいいんですけど、ちょっと一番流れる間違いないのは、挑戦資格会議へのメールですね、やっぱり、うんうん。あ、アルティスタは一応 DM、問い合わせとかできるように開放はしてますので。ジンくんに DM 送っちゃうと。あ、そう、ジンくんは対応できないので。はい。問い合わせフォーム的なの用意できませんか？それが、でも、商品企画会議のメールアドレスになるんじゃないですか？じゃなくて、D、あ、何？サイト的な？アンケート的な風に。あらかじめやるのはできるっちゃできるけどね。あー、アンケート機能を使って、あー、Google アンケートね、うん、フォームは作れるっちゃ作れるけど、うん、え、フォームがいいの聞いたメールじゃん、メールなくても投稿できるかなぁと、うん、まあメール送るの面倒いなって人はその URL にアクセスして、ほぼほぼ自由記述のアンケートになっちゃうと思うけど、逆に Google のやつとかだったらメールアドとか入れなくていいの？ああいうの入れなくても大丈夫な仕様にもできますよ。あ、そうなんですね、うん、ああいうのって絶対メールアドとか入れなきゃダメだと思って。そうなんだ。入れなくてもいいようにはできると思うんですけど、そうなんですね。なるほど。政府専務の企画っぽくなって、なんかあるんですか、そういうの。ごめんなさい、わかんないです。僕、俺、ごくごくたまにしか見れてなくて、最近追っかけられてないんですけど。ボードゲームやってんの？逆に待ってますね。どうしたらいいのか分かんない。めっちゃ面白い。ずっと待ってる。あの送り先のアドレスとか、はい、問い合わせフォームは後でアルティスタツイッターか、はい、まとめの時に流すようにしておきます。はい。はい、他のキャラさんもうっかり出てきたら嬉しい。キャラによるかもしれないですね。うん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 。まあそんなの今考え中ですよと、まあふわっとまだ企画段階ですので、うん。札幌からスタートして札幌に戻るっていうのはいいですよね。以上にね。で、道民みんながやるような旅ですけど、普通にみんなやる自社世界中のアーティストにつけるまでゲーム、ははは、目指す出荷なのか目指す帰宅なのかいろいろなパターンがありますよね。というわけでぜひぜひお待ちしております。で、当日もね、気になったのをいろいろコメントしていただいてももちろん大丈夫ですので、うん、ご参加していただければと思います。はい。はい。あと、なんか、言おうとしてた気がする。全部言ったかな？質問。じゃあ、質問いきましょうか。質問ある方いらっしゃいますか？今回、いつになってふわっとしてますけど、ね。そう。というのも、
進行中のものはありつつもまだまだ発表できるものもね、人気じゃないと。ジンくんエヴァ見に行けそうですか？どうでしょうね。あ、丸山動物園グッズ。そうだ。ただいま、電脳購買部、購買部、そして丸山動物園さんの売店。見て、先ほど言った猫影とかね、土方くんとかの作家さんですね。マーノスケさんが書いた、グッズが発売して、発売中でございます。で、丸山動物園グッズ、上の子はもうすでに販売しておりますので、よかったらデザイン見てみてください。ポストカードが、なんだろう。ポストカード1枚でもう、ぎゅうぎゅうに漫画みたいな。ね。そう、丸山動物園のエピソードが、万之助さんによって描かれておりまして、それをね、見るだけでも丸山動物園の歴史を知れるような、そんな、作品となっております。ぜひぜひ。本当ね、昔って自由だったんだなっていうね。衝撃ですよね、なかなか。内容です。これ本当にやったんだっていうね。本当に。うん、私3回ぐらい読んで、3回ぐらい読み直してやっとみたいな、なんか、うん、本当にこんなことが札幌で行われるのみたいな。もうね、あれはぜひコンプして順番に全部読んでいただけると面白いと思います。ぜひよろしくお願いいたします。でクリアファイルもね、とってもおしゃれな仕上がりとなっております。あの動物園さんの売店でクリアファイル結構順調に、おお、ありがたい、売れてるとお聞きしましたので、あのね、あの北極熊とカメラシが一緒に泳いでる可愛いですよね、あれね。はい、今年の羊肉はエアジンパしますか？したいですね。したいですって思ってます。やりましょう。何かしらね。はい、何かしらは、そうそうそう。やっぱりイベントとして皆さんで集まってっていうのも、ちょっと今の状況ではちょっとまだ難しいかもしれないので、オンラインなどになるかもしれませんが、企画は何かしらやろうと思っております。本当にね、早くエアじゃないジンパしたい、みんなで集まりたいですよね。ぜひぜひ、羊肉とかね、チェックしながら待ってていただけるとこんなお肉食べようかなとかってね、考えてるだけでもワクワクしますしね。ドナル届きました。可愛いです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ぜひぜひ使ってください。よろしくお願いします。そして私が動いてもやっぱりブレる。ポストカードファイルってありましたか？ないですか？やったことは、過去にクラフトの、クラフトだ、はい。ありますね。はい。はがき1面というか、ハガキサイズのね、そうだ、作るえ、ポストカードを集まってきちゃったみたいな需要ありますか？電源が切れるんですね。まあいいや、景品とかに入ってたのもあったのかな、ポストカードファイルってさ、皆さん どうなんですか？その A4 サイズに4面入るのがいいのか、ほぼほぼハガキサイズに近い形でサイズ感で、まあ、1枚ずつパラパラめくるのか、どっちがいいですか？ちょっと商品会議的になってきましたけど、写真とか買ったりするときはいっぱいあるじゃないですか。1枚ずつだと正直どんどん増えちゃって嫌だから、私は4枚の方が好きだけど、みんなは1枚ずつみたいです。1枚ずつパラパラ、1枚ずつパラパラ、1枚ずつの方がいいんだよ、みんなは。
ハガキサイズの。ね、私これがこうやっていっぱいになってくるのが嫌なんですよ。つまり1枚ずつ。あ、1枚ずつが続いてます。ああ、私だけだ。最初の A4 の4枚で使ってますが、時々入らない。入らない。ああ、バラちゃんに必要。いろいろありますよね。4枚だったら合わせたくなるんですね、確かに。このシリーズとこのシリーズ同じページかーとかってなるときも確かに。収納を考えるなら4枚だったらいいんです。確かに。コレクションだったら1枚、収納だったら4枚ってことか。確かに確かに。なんか、ああこのシリーズこっちにやってこっちに入れればよかったとかってよくやってる私。ちょっと収納シリーズ頑張っちゃおうかな。ああそうですね、シマイル君もやったことだし。シマイル君もやったしね。あ、バインダー式でポケット継ぎ足せればいいな。ははははなるほど。あれ、なんかその前になんかコメントなかったっけな。下降りれますか。まっすぐ。ああ、そっかそっか。札幌市のピンクイラスト使われていて可愛かったです。ありがとうございます。そうなんだ。はい。札幌市広報じゃないや。札幌市の広報さんとかのね、ツイッターとかかな。ジンくんのイラストをシェアしていただいておりますので、よかったら見てみてください。ジンくんがツイートしてましたね。グッズのコレクションケース的なのが欲しいってご意見もありましたけど。今ありましたね。はい。何コレクションしたいですか。ね、缶バッジとか。何をコレクションする。金バッジとか。とか。まあさっきのハガキもそうだし。コース。ああでも今度出してみます。缶バッジ。缶バッジ衣装。缶バッジ衣装。強い。あ、そっか、何でも入れれるから自分の入れたいやつをファイリングしてるんだ。中身だけ買って、多分あのうちの景品で入れてたリングファイルあったと思った。捨てたせるやつ。そうそうそう。でそれだけあれば自分で中身入れれるから、ハガキが入るやつだったり。そう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 。それだ、それだよ、それだ。リフィルを自分で選べる。そう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 。どんどんメモってる。それだ。万能あれ、万能説。確かに確かに。今中身のリフィルいろんな種類ってますからね。あとこれ。収納グッズ頑張っちゃおうかな。収納グッズ頑張りますか。またいい、ね。はい。あ、そうですね。名刺っていう、名刺入れにも使えるし、もちろん。うんうん。本当にオタクに優しい世の中になったもんだ。本当にお世話になってる。あと2分。あと2分。あとなんか話し忘れてることをとりあえずないかな。そうですね。はい。というわけで3月14日三の日で土方くんのグッズが、三の日グッズが先行発売されまして、20日にアルティスタでの発売が開示されますので、皆様お楽しみに待っててくださいねと。で、9時の景品、ただいま発送中ですので、お届けまでもう少々お待ちください。ここが大事ですね。はい、次回は3月の15日20時からを予定しております。で後ほど、先ほど言ってたね、商品企画会議の URL なども貼っておきますので、よかったら気になる方見てみてください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。かっこいいよ。ありがとうございました。かっこいいよ。あ、お茶ありがとうございました。皆さんお茶ありがとうございます。
山並みっしょ。